芸人とアイドルの純愛物語。さあ始まりました。私庄司智春と藤本美貴さんが出会ってから結婚に至るまでをこと細かく話すコーナーでございます。さあ皆さん、長いことやってきましたこの純愛物語、プロポーズ、2回目のプロポーズ本番でございます。場所は聖地サンリオピューロランド、サンリオさん全面協力のもと、私2回目のプロポーズをしていきたいと思います。いやー、これはですね、だから事前にですね、彼女にはですね、もちろんプロポーズをするとは言っておりません。休みを合わせてで、交際中、交際がバレてからも人目が気になるので、行きたかったサンリオピューロランド行けなかったよね、もうこの辺で一回二人で行きたいよねということで、少しねサンリオの方と知り合う機会ができたから、その人の紹介で、サンリオピューロランド行けることになったんだけどという感じでは、彼女を誘い込みました。そして、もちろんね、もう大好きな、サンリオ大好きなキティちゃんですから、2人で行けるの嬉しいなということで、もう本当に通常のデート、のように、私の車に乗ってサンリオピューロランドに向かいました。でプランとしてはですね、知り合いの紹介なのでって言って、でもうちょっと関係者の入り口の方から入れてもらうことができるんだということで、そうなんだって言って、ついてすぐね、ちょっとトイレ行ってくるわって言って彼女をこう車に残したまま、ですぐスーッとこうサンリオさんのねピューロランドの方のトイレをね、ちょっと借りてくるねって言って借りてる風に見せかけて、婚約指輪をですね、スタッフさんの方に渡して、どういうプランかと言いますと、私がキティちゃんの前、見守る見届け人キティちゃんの前で、彼女にプロポーズするときにキティちゃんから、私が事前に渡した指輪をですね持ってきてほしいと、でキティちゃんから、指輪を受け取り彼女の指につけるというプランだったんですね。なので先にこう降りて先回りして、ですいません、これをじゃあ、キティちゃんにお願いします。でもキティちゃんももうその時はねキティちゃんじゃないですよ、スタッフさんがね、でキティちゃんは多分こう他のお客さんをこうね楽しませていた時間だと思うんですけど、すいませんって言ってお願いしますって言って、トイレ終わったって言って、で彼女のところに帰っていって、で改めて、じゃあちょっと今日お世話、いろいろ案内してくれる、サンリオの方ですみたいなので、じゃあちょっと多分お二人普通にこう歩いてるとあれなので、私がちょっとこう、ちょっと距離を取りながら、案内させていただきますね、せっかくのデートなんで楽しんでくださいねみたいな感じでデートがスタートするわけですよ。でいくつかねこうアトラクション乗ったりとか、サンリオピューロランドをこう二人でねキャッキャ言いながら楽しんだ後にですね、サンリオさんがね、じゃあプロポーズするんだったらこの場所がいいんじゃないですかっていうところをこう少し、我々のためにこう時間をこう空けていただいて、でちょっとステージがあるようなところを紹介して
いただけたんですよ。あるでしょあそこね、サンリオピューロランドのね。でそこにいよいよで、その舞台上でプロポーズ多分できると思いますので、そこで庄司さんどうですかって、あもう本当にありがとうございますって言って、でそこのアトラクションの中にこう入っていくわけですよね。そしたらなんかこう橋がかかってね、ファーっと言ってその橋をこうなんか渡って、このサンリオさんのねこうサプライズで演出でアドリブの演出ですよ、庄司さんがねこう一世一代の2度目のプロポーズをするということで、でサンリオさんもミキティさんを喜ばせたいという気持ちもね、あって、そんなこう演出をしてくれるわけですよ。で2人でこうちょっとこう通りながら「っつって、もうその時はもう何て言うんですか、もうミキティも興奮気味ですよ。でって「いやこんな感じになってんだね」とか言いながら、だから多分こう普段はショーをやるとこなんですよ。でショーじゃないこのまだ何て言うの、使ってない、ショーじゃない時間帯を私たちにこう限定的に開けていただいて、でちょっとじゃあ舞台も上がってみますみたいな感じで、こううまいのよまたこのサンリオさんのこの引率してくれた方がね、でこう「あそうなんですか」って「あすごいですね」とかって言いながら、そしたらさ「ジャラララララララン」っつって、これも僕は聞いてなかったですよ、僕もびっくりしたんだから。なんかキラ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 って照明がこうパーッと明るくなって、音もキラ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 ってサンリオの世界観の音がふわーってかかって、ではもういよいよ、僕はもうそんなきっかけも聞いてなかったんですけど、でいよいよっつって、でそしたら袖からですよね、スタンバイしてくれてた我々のためにキティちゃんがファーッと出てくるわけですね。でもそのキティちゃんが出てきた時の彼女のもう「えキティちゃん!」みたいな、すっごいなんかこう笑顔で「え何これどういうこと?」みたいな、畳みかけてくるからサンリオさんが、俺も聞いてない演出が、舞台装置は使うし照明チカチカするし SE は鳴るしキティちゃんふわっと出てくるし、もう畳みかけてくるわけですよ。うわーってなって、で僕も興奮しながら、で彼女も興奮してうわーって言って、でなんか持ってるわけですよキティちゃん、それは事前に私がねトイレ行くって言って渡した婚約指輪で、キティちゃんからその婚約指輪をね受け取って、でキティちゃんが見守る中、サンリオの皆さんが見守る中、サンリオピューロランドのこの舞台上でパカッと開けて、結婚してくださいって。そしたら彼女はいって言ってそれで指輪を取って、彼女の指輪の薬指、左手の薬指にこうはめて、で皆さん、まあ、数人ですけどね、サンリオの方がこう拍手で「わあおめでとうございます」とかって言って、でじゃあ写真撮りましょうって言って、キティちゃんと一緒に写真撮ったりして、プロポーズ2回目のプロポーズ大成功に終わりました。これは素晴らしいね。でね、記憶に残るプロポーズをしてほしいって言ってね、僕も一生懸命考えて、で大原香織さんに、ガオリさんにお願いして、サンリオさんに会わせていただいて、サンリオさんがここまで、やっていただいて、もうさぞかし感動して泣いてくれるだろうと思ってパッて見たらヘラヘラしてましたよ。人ってね、涙の上はヘラヘラするんだね、ヘラヘラしてたもうなんかね、本当に僕もびっくりするぐらい畳みかけてすごい、素敵な演出をしてくれたので、なんかこう本当になんか幸せな時間をサンリオさんのおかげで、過ごせることができました。で、まあ、写真一通り撮らせていただいてね、でおめでとうございますって、
でその後、まあ、ヘラヘラしながらですね、レストランかなんか行ったら、あの婚約おめでとうございますみたいなケーキも作っていただいて、それが大原香織さんからのプレゼントという、なんかねもう憎いよ本当に。まあね、こんなこといちいち言うのもあれですけど、このプランは通常サンリオピューロランドさんはやってませんのでね、はい。まあ、ちなみに言っときますけど、本当に僕の無理わがままをこうサンリオさんがご厚意で、全面バックアップしていただき、無事、そうですね、2度目の記憶に残るプロポーズが大成功を収めたという感じですね。でね、その泣くかなと思ってパッて見たらヘラヘラしてたって言ったじゃないですか。でこう全部終わってね、じゃあありがとうございました今日はって言って車でまたこう家の方に帰るじゃないですか。でなんかやっぱねこうびっくりしすぎててヘラヘラ、しちゃったみたいで、その帰りのもう言っていいだろうね、帰りの車の中でなんか実感が湧いてきたみたいで彼女泣いてくれましたよ。泣いてくれましたっていうか泣いてましたね。なんか嬉しかったな。なんかもう全てが愛に包まれて愛だけの時間を、サンリオさん、大原香織さん、そして彼女のおかげで過ごすことができました。本当に、ありがとうございます。ということで彼女も納得できる納得した、テイク2の、プロポーズは大成功に終わりました。ありがとうございました。さあということで、まあ、プロポーズはね、1回目のプロポーズで OK はもらっていましたが、記憶に残るプロポーズ、彼女も納得できるプロポーズもできて、そして、結婚に至るわけですけど、また入籍はね、まだしてませんので、まあ、これが婚約、プロポーズ大成功ということで、この純愛物語果たしてこれで終了するんでしょうか。先にねボイシーという音声でのね、プラットフォームがあるんですけど、これは結構前にこの純愛物語、この純愛物語を先にこう、出してたんですけど、音声コンテンツですね、ボイシーで、そこではもうずいぶん前にねここまでこうプロポーズのところまでは完結していたんですけど、これ新たにね YouTube でこう撮り直しして、皆さんに聞いていただいてきたわけなんですけども、さあプロポーズが無事、終了いたしまして、この純愛物語どうしましょう。最終回をこれで終わりにするか、それとも、第2章、それはねちょっと、ボイシーの方も、もうこれでここで終わってますし、私の YouTube ではこの先どうしていこうか、まあ入籍もしてませんし、このまあね結婚式、ハワイでの結婚式のエピソードとかもまああるっちゃあるんですけどね、これもう無限にありますから、果たしてどうしようかみたいなところはあるんですけど、まあそこら辺はね皆さんのこのコメント欄などでちょっとこう、読ませていただいて、僕自身もどうしていこうか、このチャンネルの、どうしていこうかというところもありますので、そこら辺はちょっとおいおい、また次回の方に報告させてください。ということで、まあプロポーズ大成功ということで、ここまで、ちょっとね、長々と、
聞いていただきありがとうございました。さあ次回はどうなるんでしょうか。お楽しみに。